キャンプだー、ハンター押されるよ。絶対強い。こんなのもう完璧なスキン集団やからな。完璧なスキン集団とマッチング。さあ行きましょう。相手レジェンダリー3人プラス純のエピックやから、もう完璧なスキン集団やからね。行きましょう。さあ韓国人の強いサバイバーたちとどこまでやれるかね、やっていきたいと思います。やっぱね、強い人とやる方がね、燃えてくるよな、やっぱな。初心者のサバイバーとかをね、そのボコボコ勝ったところで全然何もすごくないからな。普通にこういう強い奴らとやり合って負けるぐらいがちょうどええね。ほんで、よし、こっち行こうか。こっち行ったっぽいよな。違うかな。なんか、あ、おるよな。おった！うわー、この電球に引っかかんのかよ、俺。あ、おったおったおった。あいつわざとチェイスしてんのかな？いきなりから。I see you! 顔ー！あぶね、もうちょっとスクリーム、そこやった。さあ、あ、まあそこやるよな。なんでこいつ立ち向かってくの？舐めとんな、これ、俺の実力を。悪いが、俺は、たくさんの強いね、サバイバー戦ってきた。だから、そう簡単にスタンは取らせねえ。あ、取られた。いや、でもね、割と上手くなってるで。さあちょっとしか回ってないな。あ、おった。真ん中やってるね、ウサちゃん。そして、おお、早いな、あいつら。早いっすね、仕事が。帰宅が早いね。扉スタンは狙ってこないタイプか。なるほどね。みんなこの辺おるはずやねんけどな。あ、おった、レジェンダリー。アイザックがこっちか。あ、おった。ふっ、強襲、低め強襲、ストレート。オッケー、でかい。破壊して横切り、よし、でかい。あー、くそ、ここで加速があればなーって感じやねんけどな。あ、なんちゃってショットがうまいな。扉締め、なんちゃってやな、うまいな。どっか行きよった。あいつうまいな、今の。いいねー、そういうの好きよ、俺。そういうどんどんテクニックをね、披露してほしい、俺に。これレジェンダリー強い人たちから学ばなければならない、この世の中は。ただここ破壊入ってんじゃん、これ。なんでや、破壊止めなあかんやろ。そこやってたんか、代わりに。なるほど。来た。ドン。おっと、出ましたね、なんか新しい新キャラ。どこ投げてんの、お前。よいしょ、なんじゃこりゃ。よいしょ、どこ投げてん。コントロールしっかりしないと。さあさあさあ、なんちゃってレジェンダリーの可能性あるよな。俺レジェンダリー持ってへんからな、一個も。さあさあさあ、どこやってるかな。まあ、バスかな、とりあえず。とりあえず安定でバスつけたいよな。I see you! カオーバコーン。さあ、タイガー、俺と1対1やらない。扉、下狙ってこないタイプ。オッケーオッケーオッケー。斧買いたいよな。斧ばっかり買ってさ。おった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 。スクリーム・ザ・ボンバーは、ちょっと阻まれていく。結構扉ね、強いのな、ハウスの扉ってなんかいっぱいあるからさ。思ったより扉多いステージなんでね。ビコーン！ビン狙いか？何狙い？ビコーン！何や？君は。ドーン！何してんの？あれ？これいけちゃう？これもしかして。無理か。でも2台上がってんのかも。よいしょ。残念ながら座らせているよ。もうすでに。I see you! あいつら、なんかジャンプで逃げる人多いけど、それスタミナ使うんじゃない？ジャンプって。ほらこっちもう一回か。消えたらと。あいつ隠密うまいな。メイブルうますぎん、あいつ。消えんねんけど。マジシャンかよ。強襲！何？一発当てさせてや。しかもおなら。アイザック、お前が変わるんかい。何してんねん、引っかかってんぞ。これは中から行けば多分スタンは狙われへんかな。ここでスタン構えるやつおらんやろ、さすがに。オッケー。で、ここでちょっとまあ、スピードブーツ安定で買っておきますかね。で、バス上がっちゃってるからな。とりあえず、ここに呪いをかけたいよな。お、おなら？何を考えてんねん、あいつは。えらい余裕やな。仮に行ったってもええねんぞ。さあ、丸太が左から、丸太じゃなくて本か。
本が左に移動したな。救助行くな、多分これ。これさ、本が大外回し救助行くよな。ここで鉢合わせ狙おうぜ。今右に3人おるの俺知ってるからね。こっから本来るっしょ。ここもしくはこの中から本が来るはず。あれ？本の人？ブックメン？あれ？もう行ったのかな？あ、来た！もう行ってるわ。よいしょ。この辺おるわ。ほら、お、下もつけるぞ。刺せるか！よいしょ。オッケー、でかい。よっしゃ、スタンも取られなければ大丈夫よ。ごめんやけど、古代の書物救助失敗。でかい。やはりそうきたか。そう簡単にやっぱ通したらあかんもんな、ね、今の。ただ真ん中上がってしまう。相手強い。あ、おった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 。ブック、ブックというかビッグボックスを。あれやな、かっこいいな。ほら、スクリーンザボンバー。そしてまあまあ、アイムカミング保有かな。どっち狙おう、こっち狙おうか、ボックス狙おうか。ちょっと今、加速飛行のスキル貯めてます。行きましょう。バコン！何？下をかいくられておならやと。なんでそんなにのんきに買い物できんの？この人、メンタルがすごいな。木も座っとるわ。よいしょ。すごい。なんでまたおならすんの？すげえ。自信あんねやろな、やっぱ。これぐらいの方がやっぱ強いかもな。それぐらい自分のプレイに自信あんねや。さあ、ゴミ袋。上空。スクリーンザボンバー。うん。なんかすごい動きしてるもんな。これ無理やな。さあ。あとは向こう上がるな、もう一台。もう終わりそうやわ。あそこで終わりやわ。ここでも上がりそうやで。よいしょー。バコーン。あ、でも破壊させてくれる。よいしょ。んー、すぐ帰ってくれよ、どうせ。あ、来た、ほら、やっぱり。スクリーンまたえておいて、キュアレスチェイシングミーで、あそこミリやから、もうやってねー、みたいな感じやろ、多分。また別の人間帰ってきてんじゃん。そうでもないか。ただ、これはもう角角勝負やもんな。さすがにもう守りきれない。あ、おったおった、一人おった、今人。人いましたね。上空から襲いかかったのかな。超上空。さあ、ジュン。ほら。からの上空、生切り。よし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 よ。スクリーンアタックがいいな、これ。多分次でワンパン取れるから。待てー、加速をためよう。そこだバシーンとか言って、そんな、でも近いけどな、割と。割と惜しかったっていうね。まあ、これ、タイガの方ちょっと早いかんとあかんな。タイガ待ちなさい。ベン。からの、まあ、これ折ったらもう負けやけど、でももうどうせ負けやしな。よいしょ、バーン。ちょうどこの椅子のところで、さあ座らせて、向こう上がったか。オッケーオッケー。さて、どうしようかな。まあ、ミッション的には、あの、レザーグローブやねんけど、氷結機に行こうか。あと、ライトニングで行くわ。ガチ両刀で行くわ。こっちやっていない。救助入った。解除するか。で、向こう開けてるかな？向こうメイブル開けてるね。I see you. 相手もた。ふっ！よし、ピンをかわしていく。スクリーム。何か変身したな。おった車。アイテムでも買いに来そうやな。まあ、こっち行きますか。お、ジュン。アイビングチェイス。さあ、逃げていく。あ、向こうからも、ね、逃げようという魂胆か。もっと戦おうぜ、俺ら。さあ、生ズタン対決か。いいね。そういうの好きよ。ふっ、うわー、余計つけんか。
さあこれ延長入るよな多分。さあ延長入れるよな。さあタイガバコーンバコーンスクリューザボンバー、なめるな。さあ椅子がないのな。でもさああと16秒しなんとかなるかな。よいしょ。うわー起こさないでそれ、起こさないでタイガー岩田さん。よいしょ。氷結拳でかい。よし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 、持ち上げて下ろす。よっしゃよっしゃ、氷結拳ナイス。銃も捕まえろ。させるなー、させたか。どうだ判定上。いや判定上出てないぞこれ多分。だ1人出してちゃうか多分。やったかもしれませんね。これ判定上コインがねもらえたらいけますからね。見てみましょう判定の方。コインが、10コイン。あってことは2人しか捕まえてないってことになってるわ。あかんかってんて。ジュンも逃げれたらしい。ねこれジュンの分のコインがないわ。白だー、白ですらというポケモンを存在したりする。さあ白マッチングしていきましたねー。あいカミングボーイ、さあ韓国人対決なんでね、これはおそらくまあ強いんじゃないかなって思いますけどね。パッと見ね、それを調べていきたいなと思います。まずはこの I see you から。おった。さあそれバレてますけども、扉締めしたんか。いや違う、スター狙ってこない。ここ呪っときたいね。呪っておいてで古虫からこっち行くわ。あおった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 、ガオースーパーナマギリ。いやんなかなか当たらんね。ドンん、おうからの、さあ変身した時はチャンスが。うわーうまいな。もう超低タックルできるってことはこれうまいな。アイザック、多分初期スキンふざけて使ってるだけで絶対うまいぞ。あの初心者のふりした方がキラーがマッチ受けてくれるからね。さあここでも対決しに行ってもいいけどな。回ってんな、やや回っている。ん、この辺にはいてないかな。まあおるかもしれんが、まあええかな。ちょっと向こうバインってなってたし向こうに行くわ。さあここがおった、おお上がった、早っ。これちょっと3人でやってたんか、なるほど。あばれ、うわやばいやばい、2頭ものは1頭もえずということで、とりあえずあいつに決めた。いっぱいおったからな。さてそっち行く。フッよっしゃ、上取った、でかい。おっしゃスクリーム圏内ちゃう。あいさあ今の上取ったよな俺、でかい。さあまずは1人ゲット、これ美味しいね。でメイブル召喚ガオー、スーパーショートカットビーム。なんでやな、当たっとけ。ワオ、Somebody help me。 救助、救助ではない。まあいいかな、食堂多分回したいと思うやろうし、食堂行こうかな。食堂呪いでいいかな、呪っておいて救助メイブル、オッケー。ちょっと中には破壊入れたいな。あ、でも全然破壊するに匹敵せないな。ってなると、こっちでもやるか？お、メイブル。生切り！よし、でかい！さあ、巨大ゾチース！行きましょう！埋まってる、チャンス！よっしゃ！バグってたよ、今。させるか！足元狙えば大丈夫。うわー、大丈夫や、でも。もっと来い、もっと来い。もっと巨大ゾで戦ってこい俺と。ほらよっしゃ、オッケーオッケー、足元やから判定ちゃんと取ってるからな。ほんまに足元いかんだから巨大ゾは。逆にやりたかったからありがたいな。俺巨大ゾする側やからさいつも。何してんねん、これは何狙い。まさかやけどこれ巨大ゾ出荷してくるんちゃうやろな。出荷までありえるがん。うわー出荷してきやがったやっぱり。これはね、無理にも釣らなくていいね。する必要が一切ない。戦った方がいいね。
さあこれ起こされへんからね。ここはい来たー。あーくそ。まあいいでしょう。リターン逃げてたね。さあこれを座らせよう。真ん中釣りやりたいけどな、できればいけそうやな。真ん中釣り入れるわ。誰か近くおりそうやけどな。破壊、今回だからこっちの3台固めようかな。向こう反対の島捨てるわ。スターもらう。ほうほうほう、まあこっちやな。もうこっちの3台のみにフォーカスしますわ。それが一番大事かな。でここでなんか買いたいな。レザーグローブ、レザーグローブも買うか。早く運べるように。レザーグローブ、その辺にみんな密集してるから買える。まあ別にいいかなっていう。勝負するか。全然勝負でもいいけど、勝負してきそうやな。どうする。とりあえず相手倒したいけどな。よいしょ。よしよし、椅子の近くで倒そう。あーごめん、外れた。これ椅子の近くで倒せばもうそのまま座れるからな。スタンお構いなしに。もうちょい行って。あーくそ、飛び出し見られるな。これおメイブルおったんか。ほらさあ、うわやばい、ご両親出撃される。これよっしゃ、ちょっと下ろすわ。よいしょ、破壊入れとくわ。よいしょ、スタン構えてないかな。ドーンバーンからの、オッケーオッケー、もう一回破壊入れとこう。ただまあこっち別につけられてもよかったけどな。まあ、レザーグロ買ってるから早く運べるね。さあまたクリスが破壊止めに来てっていうプラン。何がしたい、そんな今って回して。よいしょ。よーし、さあ座らせていく。うーん、これはでも食堂つけらしてもいいかもしれんけどな。もう、まあ、一応守っとくか。一応守れるもんやしな。よし、アイザックが多分維持付けしたいと思うねんけどな。ん？メイブル左展開。おった。I'm being chased. Thank you. ドン。スクリーム。OK、でかい。さあきっちりと捕まえていき、奥側に隔離するか。レザーグローブありがたいな。こんだけ釣るんやったらレザーグローブ強いわ。からのちょっと使おうか。よいしょ。墓入れとこう。で食堂も上がっていいからね。食堂切ります今回。こっちでサッカーする。サッカーってないのって思うかもしれんけど、それぐらいのフォーメーション組んでいきたいなっていうね、イメージはありますよね。さあ救出入れた。まあこれでメイブル倒せればだいぶでかいぞ。潜伏入れるかそれともって感じやけどな。 Thank you.まあ、ちょっとわからへんな。この辺の瓶が違かったら、わかりませんわ。ほい。Thanks. さあ。中庭もろか、しっかり。おった。I'm being chased. Thanks. Thank you. よし、結構詰めた。さあ、スクリーム当たったよ。うわ。I see you. Thank you. Thanks. さあ、一段階加速。バン、ねえー、今の押したけど、あかんか、タイミング悪かったか。でやればしゃあないな。さてどこ行ったかな、まあ、こっちに一気に逃げるかもしれんね。どうやろ、ここ回ってるか回ってない。あ
中庭やってんな。ちょっとやめていただきたいね、そういうのは。さあ、キアレスチェイシング、アビーチェイス。メイブル、やめた。と、もう一人おったの今。フッ、スタンをかわし、わあ、ここ次切れたらいけたのにな。ダブルスタン狙いはきついな、さすがに。うまいな、今の。いい連携や、素晴らしい。連携が良すぎた、今のは。こっち行きましょう。まあ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 、徐々に釣ってはいるからな。悪くはないのかなっていう。どこ回してんだろうな。ん、まだ回してるやつかな。クリス強くすぎないか、あんたさっきから。よいしょ、よっしゃ。結構クリス強気やんな。どっからその勇気が出てくんねん。素晴らしい。今日破壊しとこうか。んで、ちょっとスピードのブーツ買おうかな。もうこの時点で。解除ツール。買っとこう。これで揃えた。3台揃えた。こっち回したいと思うのな。やらへんの。ここやらん台で勝てへんで。ここのね、2台買った。あー、向こうおるな。あ、ん？なんか音したな。こっちおんのかな。え、でも、折ったらコイン取るはずやもんな。来た！ほっ！メイブル！ドン！ドン！おっしゃ、でかい！座らせておこうか。さあ、これで60秒まだあるか。で、また飛行を貯めてって感じかな。まあ、この辺のアイテムショップ閉じとこうかな。ほい、相手あんま回してないから、向こう側。来た！いっぱい来たな。ほっ、フォーグトーン、マシーン。誰か工具使ってるな。これ工具使ってるから、こっち閉めた方がいいわ。これ工具はね、無駄にさせた方がいい。よいしょ。オッケーオッケー。工具はしたらあかん。できっちり墓入れといて、で呪い、いいね。でそこもちょっと扉消費消費。クリス結構ね、あのマシーン分かってるから、クリス一番怖いかもしれんな、このメンバーズの中やったら。そんな回ってないよな、別に。ほい、さあこっからやな。まあ結構ダウンは取ったから、こっからこっちの縛り適当にダウン取り始めたらもうなんとかなるからな。よっしゃ、でかい。これでクリス終わりや。よしよしよし、人数削っていきましょう。破壊、ハンマー持ってるしな。スピードのブーツもレザーグローブ持ってるから、かなり動きやすい体勢やで今。でどんどん呪いかけていけるから、相手としては中庭をつけたいよな。で1人今おったけど、まあ無視してと。誰か裏におるな。と、さあこれを座らせてと。ここやったらでも救助もらえるもんな、普通に。ここは救助入りやすいとこやから、もっとこの真ん中とかでな、がっつりガンダガンのな。チーユー、ピンの音がしたけどな、どこやろな。もう移動したからな、多分。瓶が回ってる説もあるけどな、この辺をな。これちゃうか。さて、ここからや。あ、なんかおった。瓶おった、やっぱり。メイブル、巨大土地ですか。いや、今のはもらうな。今のはもらう。スターもらうような動きになってもうた。まあいいかな。次、中庭。ここ逃げにくいからな、多分。バコーン！え？よし、でかい。ふっ！いや、芋持ってたな、今のは。やられた。呪いかけといたら修理早くないから大丈夫やな。
破壊と呪いセットでいくわ。破壊と呪い。呪いほんま強いからな。修理速度がね、全然速くないから。そこやってんな。バコーン。バコーン。さあ、これは、もう真ん中かな。うん、そこの左の椅子は置いといた方がいい。ほい。さあ、どんどん人数削れていくね。で、あとそこやってるんじゃない？ここはだってやらんとあかんやろ。さあ、違和感はないっていうか、コイン拾えばいいのにな。味方のコイン引き継がへんのかな。さあ、向こう見に行こう。あ、来た、ブック。ほい。よいしょ。さあ、座らせて。まあ、でも、ラストサバイバー、キャッスルが勝てる可能性あるからな、これ。なぜなら、扉がめっちゃ広いからやね。ラスターはでも全然勝てるからな。ここ破壊止まってる？破壊止まってんな。こっちにおる可能性あるな。だけども分からへんもんな。そこちょっとか。中庭は回ってない。こっちに限定戦しよっかな。おる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 。さ、巨大像かな。うわー、これ頭でかいからな。今の切ったところで無駄やもんな。墓入れておいて、でこれでハンマー売り切れたから、ハンマー買いたいよな。ハンマーの購入2度目。結構お金稼いでるよな。で、向こう側はまだ回ってないかな。こっちもう一回帰ってくるかもな。ここ上げ切りたいみたいな。やっていない。中庭もやっていないとなると、ここ破壊して呪いかな。とりあえず一番端っこ上げに行った説あるよな、これ。あ、一番端っこ上げに行ってるな。おそらくね。これ行ったら負け筋やから別にいいかなっていう。あの端っこをね、追いかけて寸止めされとって、実はこっちすれ違いできましたって言ったら負けやから。向こうはもうね、ほっといていいね。この3台で勝負仕掛けないと負けるわ。あのアイザック一番うまいもんな。あの初期スキンアイザック。呪いかけとこうか。ここ呪いかけといて。ラストサバイバーのリアクションチェックってめっちゃ伸びるからさ。呪いが強いのな。伸びひんっていうね、リアクションチェックで。さあ、現れろよ。まず向こう上げるんちゃうか。で、2分延長した方がよくない？ 2 分延長やと思うけどな。まあ相手としては寸止めプランが一番勝ち筋やけどな。寸止めしてこっち上げ切るっていうのが一番いい。効率的にはね。さあ、これはもう、逃げましょう。巨大像から。時間稼ぎでいいから。巨大像から逃げるイメージで。オーバータイムあるから。この巨大像と相手しない。もうこんな感じ。やるなら。こんな感じでいいや。で、相手がこれおふざけでも俺の勝ちやから。お、建築か。さあ、そっち行く。さあ、瓶。これだから早く行かなあかんな。早く行かないとあれ上げられちゃう、寸止めが。上がってもうた。こっちやな。上がってもうたならば戦うしかねえな、アイザック。俺たちはヘルプ。なるほどね。それから味方見てたんか。なるほど。わーお、ナイス。まあいいゲームやったね。面白かったわ。じじ、シロだー。シローデスナというポケモンも存在したりする。さあ、行きましょうか。 I'm coming for you 使っていきたいと思います。 I'm coming for you. スタートー。シャドウ特艦だー。わーいわーい。さあ、ここは通り道に置いとくのも強いからね。通ったなーっていうのが分かるから。さあ、焦点付け一瞬。
おらんな。この辺おるとかちゃうやんな。おった、やっぱり。なんか瓶が一個多いと思ったな、今。なあ、明らかに不自然に並んどったよな。やられていく。あそこやってんな。わずかに動いてるからね、ゲージが。つまりこの付近に誰かおると見ていいでしょ。だけれども、この本怪しい。来たー、ドーン。明らかに怪しかったな、今。I'm coming for you. お、やってるね。ちょっと目玉奥ひねまもなく行こうかな。強襲。あれ？ああ、二人ともそっち行ったんか。ってことは、救助かな。まあ、目玉置いとくか。多分みんな向こう回すと思うから、逆から回ろう、こういう時は。三人そっちおるっていう情報入ったからさ。そう、情報戦なんで。来た。ドカーン。さあ、どんどん釣っていこう。容赦のない釣りでいきましょう。おい。シャドウ。当たらんか。おっと、膝切りは廃止されてるぜ。よいしょ。座らせていく。さあ、破壊して。塗装が若干回ってるかな。おお、よかった。ああ、変えるか。さあ、シャドウで強襲。そう、当たらんか。ん、なんか他の人の足音したよな、今。救助か。これブレダ届かへんのな、絶妙に。な、届かない。ブレードダンスは一体何だったのかってくらい届かへんからな。カエルで走られるだけでこんなに粘られるっていうね。マジか、あいつやるな。さあ、再びシャドウ。よし、やった、当たった。こ。生切り。さあ、余裕があるね。結構やっとるな。バコン。からの墓入れてあれかな。そこの段ボールまでやろっかな。クリスは運ばない方針でいいかな。よいしょ。これスタンちょっと避けたいのな。さあ、もうクリスは無視でいいからね。がっつりこの煽り星人をしばく。さあ、ドーン。へい、クリス釣らないっていう。よいしょ。さあ、クリスあそここけてるから、まあ一応釣り間に合うね。座らしておいて。このタイガー結構ね、印象いいよな。うまい。あのチェイスなかなかうまかったように思えるな。さあ、救助入る。座らせて。まあ物販はもうできるからな。何かしら、まあどっかのタイミングで買おうかな。食堂回してるかな。お、めっちゃ待ってんな。お、あんた初めてじゃん。あんたおったんか。どんなキャラクターやろ。なんやそれ。ドーン。からの、ドーン、ドーン。あ、違うのや。はい、破壊しておいて。まあちょっとアイテム買おうかな。スピードのブーツでちょっと巡回速くしようか。スピードのブーツ、最近ね、俺の中でキラーがね、1台来てんのな。やっぱサバイバーってね、難しいわ。味方がある程度強くないともうお話にならへんからさ。よいしょ。キラーやったら自己責任でなんとかなるから。なんか、すがすがしいのな、負けても。気持ちよく負けられるのがキラーなんでね。ここの破壊止めたいんちゃうかな。でも破壊通ってんもんな。あ、なんか出たぞ。I see you! ドーン！バコーン！ドーン！
さあ、座らせようか。座らせてと。おそらく破壊を止めたんじゃないかな、今な。ここの破壊を触って止めたと思う。ゴー。で、食堂に行きましょう。中庭もある程度待ってるとは思うけどね、普通に考えたら。結構ダメージ痛そうやな。瓶でも投げるか？なるほど。相打ち狙いか。面白い。持ち上げて、座らせていく。いいね。ここがね、もう上がるそうだったから。これね、タイガとしてはじれったんやろうな。ここまで回して止められるの、ほんま腹立つからな。お、来た。よっしゃー。さあ、これ真ん中ずる、あ、なんか来たぞ。おまけ、もう一匹。瓶かな？瓶じゃない。で、解除ツールもない。ほい。うわ、食らってもうた。さあ、起こしに行くか、起こしに行かない。なんじゃそりゃ。もうちょい追いかけたいよな。素直に。さあ、おなら？おい、おなら星人やぞ、お前。一体何狙いなんだ？ほ。まあ、いいかな。向こう行こう。さあ、クリスが釣り間に合うかどうかやな。5、4、3。ん、あおった。間に合わないで行く。いやいやいや、それやったら間に合っちゃうよ。ミニプロペやったらね、さすがに満杯やからな。HP60 まで回復するからね、復帰後っていうのは。さあ、行きましょう。まんべん釣るのがいいのな。あんまりラスターはしたくない。このタイガーなかなか逃げよるからさ。このタイガーのラスターはちょっと嫌やねんな。印象的にね。ほい。OK。この人残した上で戦いたいよな。座らせて。さあ。まあ、どうするやろな。ちょっと出てきてほしいけどな、もう。すいませんでした。出てきてほしいけどな。何かを、氷結でも買うか。氷結でちょっと、逃げられ対策するわ。チェーンで結んどくのもありやな。ただまあいいか。ええわ。こっちのタイガー、おならのタイガーをラストサバイバーじゃなければ別にラストサバでもいけるわ。破壊入れておいて、よし、もうこれで十分かな。多分助けに来るんじゃないかな。会場持ってたか。いや、違う。これ会場じゃないな。古代の小説助けよ。さあ、相打ちになってくるか。ここ当たらへんよな。そうやね。結構キラーって当たらんからね、距離。当たった。よし。ラストサバイ、ここか。なるほど。あ、置いといてもいいな、これ。いや、いや、行くわ。ラスト行きましょう。さあ、ここやっていたという連絡から、ドーン！オッケー。さすがに観念したな。この連れて回ろう。いいですね。まあ、観念してくれた話早いよな。粘られたりした話長引いちゃうからな。オッケー。アイムカミングフォーユー。シロだー。シロですらというポケモンを存在したりする。さあ、マッチングしましたねー。再びキャッスルという舞台やねー。アイムカミングフォーユー。最近もキラー好きすぎるね。やっぱりもうキラーがほんまにいい。キラハマってますわ。やっぱこうやったらサイン避けれたみたいな、そういう快感に変わってきてるからな。キラーの質を上げていく、そういうようなね、機微ですね。さあ、まずは左回り。着手なしか。うん、着手なしやな。慎重めに入るね。えらい。あ、こっちやな。
違う、シラミ、シラミ戦法。こんなおらんの、寂しすぎないってなるとそこかな。追ってくれ。おらーん、なんでー、やれ修理を。あ、やってるわ、奥みんなでやってる。やめてー、もう底上げるんかい、早ないそれ。よいしょー、なんかえらいレアケースやな、奥をなあ、初期付けいきなり狙うっていう、かなりないですよ、プラン的には。スター狙ってこない。そしてまあ強襲かな、抜けた。あー、今のブレダンかんのな。ブレダンはね、あの加速させてしまうから相手を。初期つけたなこれ多分。あそこ行ったか、まあそこまあ初手付けありなんやな。ちょっとあんま見たことないから、意表疲れだな。うひょうって感じ。意表疲れてうひょうって感じやな。多分そうやな。あそこだけやんな。あ、でも図書も回ってんな。相手早いな、仕事が。あえて真ん中狙わない戦法か。まあ、それ確かに嫌やな、キラにとっては。逆に嫌ってやつやな。書物。これ多分無理やりつけに行く可能性もあるから、戻った方がいいよな。書物ターンみたいなのありえるもんな。こっちはちょっと、でもこっちでいいかなという感じやな、周回ルート的にはね。食堂、いや今回でも中庭がためになるのかな。あんまりこっち狙わん方がいい気がするな。この左の島で固めた方がチャンスあるんじゃない。だからこっちを見なあかんな。あぶるな。さあスターもらっていくが、ブックどこ行った、ブック。あれ隣のブックはセットどこかおってんけどな。さあまあここ奥、あ奥回ってんなこれ、やばいな、すごいな、ガンガン回そうでプラン面白い。さあクリス、おった、どう、ブレダン倒れ。いやーマジか、いや人いっぱいおんのな、こっちちょっと行きたい感はあるけどな。ただまあ結構こっち固めてきてるからな、なんでこんなに意表つけるんや。相手のプランがなんかびっくりプランやねんけど、完全によくそんな端っこからつけるな。オッケー、まあ向こうは図書は上がるよな。オッケーオッケー、図書付けと、まあ、ここ3台固めようかっていう感じでいきましょう。ちょっと人連れてないからきついけどな。ここおるな、バン。斧買いたいかなこれ。どうやろう、レザグロ買うべきやなこれ。レザグロ買おう、さっさと運ぶようなイメージの方がいいね。おった、この人がうまそうやね、ちょっと見た感じ。このアイザックがねかなりうまいと思うわ。意表ついてくる、うまい、シンプルにチェイスもうまいし。こっち行こう。これ言ってる間上げられたら負けるからな。でレザグロ買ってるから多少運ぶの早いと行ったところで、あっちは破壊入ってんな。オッケーオッケー、目玉置いといて、あれ光ってるよな、破壊入ってるはずやから。中庭はねちょっとやめてほしいな、ここつけられたもん負けやから。バン、ブレだ。オッケー、でかい破壊入れておいて、こっち固めやな、ほんまに。あの城の逆固め行くしかない。 Thank you. OK、 2人ともそっちやな。クリスがこっちから出るかな。一人発見、ケイト。 Thank you. かわされた。 The killer is chasing me. 今のでかわされるか、やるな。 I'm
よいしょ。よいしょ。ふっ、よいしょ。あとはブレダン圏内に持ち込めば勝ちやねんけどな。これはでもこっち上げられたら負けちゃうからしっかりマークしようか。行きましょう。B の人どこ行ったかな。あっちの奥回さないでほしいな。あ、ここ誰かおるな。ボックス、ふっ、何当たってくれよ。防具ケイトか。オッケー。さあ強襲しよう。強襲、よいしょ。うわあ、もうスタンもらいすぎやなこれ。まあまあしゃあないな。ちょっと破壊入れようか。ハンマー欲しいな。スピードのムーズいいからハンマー欲しいわ。ただクリスもう一回来るよなこれ。来た、よっしゃ、でかい。これ中釣りでいく。これはもう中釣り、中釣り。こっちに人集めないと。よいしょ。でハンマー買おう。ハンマー買いで、ここも強襲で。これやってない。よし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 。誰か、誰かやってんな。ドカーン、ダン。ん、ん、あ、おった。よいしょ。さあこれはまあ効率的に考えて破壊から入った方がいいか。破壊入れておいて、ただこれも釣らなくていいね。先にこっち強襲しないと上がっちゃうわ。ここをちょっと止めたいから。クリスをまずね仕留めないとあかん。よいしょ。オいや無理やな、仕留めきれねえ。まあまあいいでしょう。向こうはダウン入ってるからケイト押さえてるんでね。そのうちにここちゃんと抱えるよ。で目玉置いておいて、まあここで起こされたところであんま関係ないと思うから。まあクリス強気やな。失敗太郎ドンドン。よし、これでクリスをもう向こうの島流し行こう。レザーグローブでピューって。レザーグロー強いな。オッケーオッケーオッケー。よし、これでまずクリス一番こっちを軸としていた人間を倒せたな。これがでかい。クリスがここの意識高いから頭いいのよな。クリス一番うまいわ。まあ、ケイトもうまいけどな。アイザックもなかなかね、あのうまいのよ。出会えてないからな。アイザックはおそらく隠密がうまいんじゃないかな。アイザックおった。さあケイトダウン。これを見て、あ、これは釣っていいかな。先にもうピューってレザーグロでピューって釣っておいて、でここ破壊するやろ。でもうあれか、4台ついてんのか。早いな。よいしょ。さあ破壊しておく。で目玉でちょっと見とこうか。救助入る。どんどん釣ってきたけどな。この瓶か、どっかの瓶の感じやねんけどな。ちょっと分からへんな。破壊しておいてシャドウフェイント、やはり出たか。よいしょ。うわー、サムラウか。あ、あのケイトか。なるほどね。赤入れて、で目玉こっちにセットしよう。でこれちょっとね、あのコイン置いとくわ。ハンマー対決に持ち込んだ方がいいから。どっか行きよったな。さあそっち回す。さあケイト、よいしょ。よし、これフル虫でいこう。
おそらくこっち一回行った方がいい。よいしょ。あ、なんかハイライトしてんの、バグって。相手がバグってハイライトしたままやな。一人ほら見えてるぞ。これはちょっと勝負の妨げになるから、そんなやめてほしいな。バグフェアに戦いたい俺は。あくまでもフェアプレイ精神は大事なんでな。よし、さあ行きましょう。スタート。そらしていく。破壊入れて、ここ会場ツール持ってる可能性あるけどな。よいしょ。ここ一応会場警戒で行ったふりでターンかな。別にあのいいんでターンでいいかな。I'm being chased. いや、おったよな。 The car is chasing me. Thank you. あ、おった。 I'm being chased. さあ、シャドウをかけておいて、解除ツールあった、持ってるか。やっぱり扉締め。おお、スタン取ってきた。まあここはいいでしょう。進行があるのがね、こっちばっかりやから、こっちをねしっかり破壊入れといたら大丈夫だから。目玉置いといて、ハンマーを使い忘れたらあかんから、ちゃんとハンマーあと2回使ったら新しいの買うのが大事ね。さあ、オッケー。破壊入れておいて、さあ真ん中の椅子あのでかいな、吸っておいて、よいしょ。今度はこっちをちょっとマークかな。ドン。どうかどうか。うわー、押しとるっちゅうね。なんでやねん、嫌すぎねんけど。ご利用されてんけど。赤入れて、でハンマー買おう。これでもご利用してそのままつけられてまうからな、普通に。はよせんと。今のワンパンできるかできんかで、ほんま勝負決まったかもしれんな。ハンマーと、ライトニングボールいこうか。はい、で一回引いたな。ここやってんぞ。よし、これはちょっと真ん中の椅子は置いときたいから、こっちやな。よいしょ、ゴー。よいしょ。あそこ二人で上げられるかな。あ、一人ハイライトされてんな、バグで。ほらこれ後ろ見えてんもんな。よいしょ。ここ破壊とこっち破壊やな。まんべんなく破壊していこう。ここ回すのなんかあれやな、珍しい。まあ、こっちは逃げやすいっていう判断かな。よいしょ。あっちは回ってないから、こっち行けば OK やね。ん？お？おい。ドン。OK！ 持ってった。いけてんのか。さあ、これ座らせて、ラッサブかな。ここ目玉でいいか。あれ、目玉が置けない。置けた。真ん中行こうか。真ん中の破壊。さあどうする。まあ、適当にでも巡回するしかないような。やってなさそう。こっちかな。来た。シャドウ。ん？ちょっとわからへんかったな。ん、今の追い切りだったな。まあいいか。向こうとしてはまあこの辺、目玉置いてるだけで結構きついやろうし。ここに目玉置いてたら絶対当たるもんな。あとはこっち2つ見といたらいいから。このアーカイスの目玉がね、非常に強いね、ラッサバ。で、こっちだけちゃんと見といて。大丈夫やね。問題なし。城のこの逆プラン結構強いよな。あの、端っこでもいいからやっぱつけるの大事やな、あっちな。さあ、こっそり入り込んで工具であげるっていうのが一番理想や形やけどな。
過去の目玉終わりを狙うとかね。破壊入ってんもんな。ほんで今度はここに目玉置いて、一回ちょっとここ強襲かな。この目玉置く隙っていうのが生まれるから、この時に工具使われて上がっちゃうから。ん？大丈夫やな。さあ、ラス様の勝負ですよ。さすがにあそこの目玉がかいくぐられへんはず。きついと思うけどな。これかいくぐってきたら相当重さやな。俺もほんま負けたくないから本気でやってるからね。ここまでやって負けるなんて。あ、おった。さあ、これは何狙い？スター狙いか。スター狙ってきてるもんな。諦めではないよな。うん、何か分からへんけど、別によう分からんけど、椅子あるね。 OK、 はい、やりでしたね。いやー、いいゲームやったんちゃう？結構面白かったな。ナイスゲーム。